どうも、エルザです。それでは、ゴーストオブ対馬やっていきたいと思います。さあ、ね、前回、なんとか助け出してというところですね。で、今回は、こちら、黄金寺の方に向かっていこうかなと思ってます。それか、まあ、石川先生のところかな。先に石川先生のところもありなんだけどね。弓が欲しい。なんか導いてはくれてるけど、あ、温泉だ。人、ちょっと、ゆっくりしていきますか。せっかくなんで。休む。へえ、人か。思うこと。父上、叔父上。そうだね、父上。あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。最大体力が増加。へえ、体力上がるんだ、温泉で。これはすごい。目的はで、こっちと。お、花がある。まだね、このあやたりのアイテムはね、全然まだ使ったことがないんで、何に使うのかいまいち分かってないんだよね。まあでも取っとけば何かしらと。おお、かっこいい。登ってきたが、こっちで大丈夫かな、多分ね。お、目的地が見えてきたね。黄金寺、黄金寺だね。さあ、行き先に到着。あー、結構人がいるね。酒井様。お、どうなった？無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。ほう、何かもらったが、地図か、地図で何か。これ何、旅人の宿場か。物資か、なんか置いてくれるんだね、あんな感じでね。まあいいか。これ、あ、違うね。どこだろうね、何が手に入るとかね。いや、なんかあるね。あ、酒売りか。まあいいか。武士の威圧。こう。へえ、報復の化身。これは何か違いがあるのかな？
壊れた鎧、まあそんなに変化はなしと。あ、そういうことね。今の2つが手に入りましたよってことか。鍛冶屋、鉄、あー、サブクエメイン進めたらってことか。え、弓、弓をお持ちですか。コモダの浜でなくした。それは残念でしたね。もし石川先生が生きていらっしゃれば弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば私がその力を引き出して差し上げます。ほう、弓の強化ができるわけか。へえ、なんかいろいろできること多いんだね。いかんね、やっぱコントローラー勝手に横ボタンを押すね。いや、びっくりよ。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは得心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。へえ。で、さっきの秘湯が見つかるわけだね。多分手順的にはね。ここはまあ、あれだね。クエストクリアしたらもらえるよっていう程度だね。お、どうした？まさかあなたもお侍。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰の。他にも。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。カシネに侍か。太刀の切れ味。どこだろうね。意外と出ないんだね。待って待って。先に物資手に入れてから。そう、刀鍛冶。酒井家に伝わる宝刀。素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。ほう。ダメージが上がるのか。酒井様、十分な素材をお持ちください。そうだね。じゃあ強化しますか。きっとお気に召します。物資、鉄、はあ、あ、金とかいるのか。特にこう見た目が変わるってわけではないんだね。ほう。では。物資大事だね。そこは？うちの鎧はもうこの武器にも負けません。甲冑か。どんな鎧も直します。八幡様も羨む仕上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。へえ、鎧の強化か。そしたら特にまあ来ただけっていう感じなんで、ちょっと石川先生のところ行きますか。さあ、竹やぶだね。なんかいる。おい、うどくくちゃはるた。
い。んじゃ横取りで横取りでね。さあ区内の強化ができるようになったと、お花もゲットして、そこでいいのかな。いや物騒な場所やね、熊が近くにいるってね。あ、湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。お湯いいね。お侍が負けたら信じられない。本当にそうだね。族や海賊がいてもあのお方たちがいるから安全だ。それが今は狩られるのを待つウサギの気分だ。で、酒井様と志村が生きていらっしゃるんだ。めちゃくちゃ噂するな今目の前いたんだけどな。めちゃくちゃ噂するやん。まさか。お、花ゲット。先にちょっと物資取れるもの取ってしまって、船が見える前から太鼓の音がした。こんなものかな、物資はね。よし、じゃあ話しましょう。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。よし、それではよろしく頼む。さあ石川先生、お出陣なさらなかったのね。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことで。後ろめたいことでもありそうだね。ずいぶんとお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます。戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。さあちょっと話を途中でやめてしまったけど、まあいるでしょう。まあなんかやっぱお湯の効果すごいみたいだね。さあお花をゲット。すっごい道だな。ん？止まったね。とりあえず情け。道場はあの山の上にあります。あそこね。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。それまでして道場にいる理由か。人の考えは分からんからね。おお、すげえ。まあ、特に何もなしか。んじゃあ上まで登っていきますか。普通に歩いてていいのかな。上まで道が続いてたらっていう気はするけどね。あ、意外と近いね。おい。
さあ石川の道場。やばいことなってるぞ。調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。古い血と射抜かれた後に矢を抜いておる。ほう。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたの矢も。先生大丈夫かな。物資、まあでも物資は欲しいんだよね。安否より物資やね。武士にしては質素な伊織。やっぱ質素なんだ、武士だったら。はあ、ここら辺の花は飾りなんだね。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。さあ石川の書。ってことはこれは賊の地ということか。して先生、他に生き延びたご無事で。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？おなごか。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。そんなすごいんだ。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。お前は神道よ。おお、さらに上に行く。それはよっぽどだね。あ、弓めっちゃいいね。いていて、いていて、今、先生、先生。あ、いた。いて。先生、先生全然手伝ってくれないじゃん。もう引いてるだけ。いやー、これはもしかしたら先生が一番の敵かもしれんな。よし。あれ、先生、先生戦う気あんまない。そう、酔ったタヌキだな。だが小物では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。タヌキにも劣るか。巴の足跡だ。来い。これ武器って畳めるのかな。あ、っていうわけではないね。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。さあ調べるか。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。
ほう。血の跡わずかだが死者はおらぬな。で、あれ矢がある。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。どうなっておる。ちょっといいっすかね。大丈夫かな。よしよし。うん。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問。あるいは。まさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子は。いずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。砦。わしが小牡丹におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず心を研いで感じるものよ。でも戦に参加しないんだよね。ここで止まれ。石川先生はね。話がある。いかがなさ。何でしょう。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に。おお、弓がこれで手に入るか。半球。へえ。手前にある灯籠を狙ってみろ。手前ね。で、長押しすると。よし。引くと。次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。どう思った。このくらいか。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。これぐらいの動きか。そうかそうか。この弓があれば駒田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ。武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。そんなたやすくいるもんかな。上からなら備えがよく見えよ。どこどこ。ここ、このいるね。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを子孫じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やるかいはあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。はあ。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるのちに乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。さあ、門が開きます。助け行きますか。わしの合図を待て。結構昼間なんだね。お、出てきたね。
ここにもあるじゃん。さあ、持っている矢は8本。もう、そろそろいいんじゃないですか？まだだぞ。まだ？ここでいけない？今、奴らをメイドへ送ってやれ。おい、動け。殺そう。痛い痛い痛い。痛い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 。先生助けてくれないね。倒したけど俺頭抜かれた。仕方ないの。あそこにもあるんだね。ドーン、ドーン、トンだね。まだだぞ。もう我慢がなりません。奴らをメイドよ。あ、先生。思いっきり先生当てた気がするな。いやー難しいね。お、ヘッドショットかな今のは。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。うひ。よし。へえ、蜂の巣結構強力だね。痛そう。今日とは言わせぬぞ。いやー背後からやっぱ切らないとね。さあ水の方っていうのがあと隊長2人倒すと手に入るらしいね。おお先生、先生さすがです。痛い。声が聞こえたけど、ここ、ああ意外と難しい。痛え。意外と、あ矢がない。矢がないっす。矢が欲しいねー。よし、おやっぱちゃんと引っ張ってっていう感じだね。いやまだ近くいるね。先生どなたとお戦いにどこだどこだ。あいた、これか。うん OK かな。おお一応火のダメージは入るようになってるんだね。よしじゃあ探しますか。てか暴れてたら普通ね殺されそうな気がするんだけど。いやー弓むずいな。距離感が難しいね局者のね。
こっちではない。あれ、いないよね。捕虜を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。はあ、むごい。待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。あたりを調べろ。巻物。蒙古の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを蒙古に売ったということか。はあ。ってことは敵に下ったか。ん？誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。ああ、ってことはやっぱ下ってる感じだね。わざわざ捕虜に服を着させるって。お、もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。はあ。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。これ全部当てたくなった。すごいね。巴に弓を使わせたのか。使わせたのか、それとも喜んで。あれ、島のものです。誰かお助けを。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。むごいな。マジか。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生、どういうこと。先生、追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。いや、本当だよ、本当だよ。ご説明してくださいよ。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を蒙古に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そしておじ上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。へえ、武芸者か。何このシーン。クリアしたから。さあ、陣の道クリア。クリアするとこういうのが入るんだね。
仲いいね。さあ技量2獲得、まあ、今回弓手に入れたのもでかいね。そうだね、なんだかんだ なるほど。稽古台、あ、この辺りもなんか欲しいね。先にこっちの方がいいのかな。伝承の奥義、ほう。型は、はいはい、月があるのか、石はね。区内の威力が倍になる。足抜き、あ、これ A。 ルナは屋根から飛びかかるはずが多い。一人きり血が流れる前にもう一人を切らねば。これはいい、闇討ち二人は A。 はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ大変やね。とりあえず水戸の地悪くて石川先生はこっちか。小さな飛び道具の5分がもらえるのか。ユナは、じゃあ、雅子様か。武家の鎧。火事場に火。はあ。これは？そうだね。陣の道ちょこちょこやりながら、浮世草もちょっとやりたいけど、今回はまあ、ここまでにして、まあ、次回はこの辺り。どっちかかな。石川先生一回して他やってみようかな。あ、強化もできそうだね。この辺りも特に小野田の村か。そうだね。うん、まあここまでにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。